ウイロード第6節1戦目阪神タイガース対ここで打席には城島が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。これはどうか、レフト線破りました。サードランナーホームイン。ホークス1点を先制しました。目の覚めるようなタイムリーヒット、1対0ホークス試合の主導権を握ります。まあさすがというところですよね。バッターは4番城島。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。真ん中打ちました。この打球はファールグラウンドへ、ファウルになります。打ちました。詰まりながらもライトへ、ここはフライになっています。ライト掴んでツーアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。8番バッター大島。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。ファールボールです。いい当たり、掴んでアウト。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。ソフトバンク内に打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。